今まで、プラークと思考とか言われてたものですが、うがいをしたりとかでは取れません。うがいでは取れないです。ですからもう歯磨きをして取るしかないんですね。で、それではどうして、虫歯は痛いの、まあ、今虫歯の成り立ちを簡単にお話ししたんですけど、じゃあ虫歯がどうして痛くなるのか、これはまあ今日の一つの大きなテーマなんですけれども、まあこのように虫歯菌が歯を大きくこう壊しますね。で神経まで行ってしまえば神経がやられるから痛くなるんだということは想像できると思います。まあ実際虫歯菌が神経まで行くとここの歯の神経は死んでしまいます。で死んでしまいますと中がずっと感染してバイ菌だらけになって、根っこの先にもこういう海の袋みたいな、まあ、ここにもバイ菌がたくさん住んでるんですね。そういうものを作ったりします。ですが、これぐらいのまあちっちゃい虫歯、ちっちゃい虫歯であっても、このように神経に痛みを感じさせることができる。神経までいかない虫歯でも痛みを感じることがあります。でこれはいわゆる象牙質には痛みを伝える構造が あるということなんですね。で、まあ歯髄に刺激を伝える象牙細管、この象牙細管という構造が実は象牙質にはありまして、これは細い、管です。直径はだいたい1ミクロンから3ミクロンぐらいの非常に細い管なんですけれども、歯の表面のエナメル質が壊れて象牙質まで虫歯がいってますね。で、いろんな刺激が加わります。水ですとか熱、あるいは虫歯の出す酸、そういう刺激が加わるとここの中には水分、いわゆるこう液体が入ってます。で、これが振動したりあるいは浸透圧の変化でこちらに歯髄の方に刺激を伝えて、この歯髄の方に感覚受容器、その刺激を受け取る、そういう構造がありまして、それがずっと脳に伝わっていく、こういう構造になっています。ですから神経までいかなくても象牙質が出てしまうと、もうそれは歯の神経にすごく刺激が伝わりやすいような、そういう構造になっている。だから歯を削ると痛いのは神経まで行ってなくてもこの辺を削ってもこの象牙細管を触れば痛いっていうのが感じるわけです。いわゆる知覚過敏の状態、こう象牙質が出てしまったような状態が知覚過敏と言いますけど、そういう状態で刺激が加わると象牙細管に刺激が加わってここから脳に伝わって痛いをしみるよ、こういうような感覚を受ける、そういうことです。それでは先ほどのですね、虫歯は自然に治らないのかということです。まあ、こういうふうに穴が開いてしまった虫歯というのは自然には治りません。穴が開いたらこれはもう削って詰めるしかないんですね。これはもう歯医者さんで治療するしかない。そしてさらにこんなふうに大きく穴が開いてしまって、で神経まで行ってしまう、そうするといわゆる根の治療というのは聞いたことあると思いますが、中の根を治療して、ガバッとかぶせる、こんなような治療をすることもあります。とにかく虫歯に穴が開いてしまったらもうとにかく治療するしかないわけですね。ところが、ごくごく初期の虫歯に関してはどうなんだろう、まあ、こういうことが最近いろいろ研究されております。歯の表面、歯の表面に、虫歯菌がついて、酸を出す、そして表面が虫歯になっていくんですけれども、実はですね、このちょっと分かりにくいかもしれませんけれども、この歯の表面に虫歯ができるときに どういう形で虫歯ができていると思います。我々は今までは歯の表面からこの虫歯が
虫歯菌が出す酸で表面からボコボコ穴が開いていくと思っていたんですけど、実際はそうではなかった。いわゆる歯の表面から少し中に入ったところから虫歯というのは始まるんです。歯の表面から始まるんじゃなかったんですね。歯の表面より少し中に入ったところのカルシウムが抜けていく、酸によって抜けていく、それが最初の初期の虫歯、これを脱灰という言葉を使います。これ後の次のスライドで出てきます。カルシウムがこの歯の表面よりちょっと下から抜けていくんですね。これが初期の虫歯。この状態では、外から見た状態では穴は開いていません。穴は開いていませんけど、虫歯になりかけの状態、いわゆる歯の表面が白くちょっとなったりとか、少し表面がこうボロボロ仕掛けた、そんなような状態、もうちょっと進むとポコッと穴が開いちゃう、まあ、そこに行かない状態がごく初期の虫歯。この状態は実は歯磨きをしっかりしまして、この虫歯菌を取り除きます。で、綺麗な状態になりますと、唾液の中のカルシウムがですね、ここにどん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 、入ってきて、このなくなったカルシウムを補います。そうしますと元通り綺麗な歯になるわけですね。いわゆる初期の虫歯であるならば、唾液の自然治癒能力で回復しますよとこういうことが分かってきています。で、いわゆる歯の表面で繰り返される脱灰、あるいは再石灰化ということなんですけれども、先ほどのスライドでありましたように、歯の表面では常にこの脱灰、こういう字を書きます。カルシウムが抜けていく、まあ、こういう意味です。脱灰、そして、再石灰化、まあ、脱灰というのは虫歯になるよ、再石灰化というのは虫歯が治るよと、そういうふうに理解していただいて結構です。そのこれを起こすその境目が pH5.5、 お口の中の酸性度、まあ、pH、 これが 5.5 を下がりますと、いわゆる酸、虫歯菌の活動、当然砂糖はいりますけど、それで酸が起きてカルシウムやリンが抜けていく、これが脱灰、虫歯になっていくということです。で、それで、再石灰化というのは、まあ、そこから時間が経ちますと、唾液中のカルシウム、これがどんどん沈着していって、また虫歯を自然に治す。だからお口の中では虫歯になって治って、虫歯になって治ってを繰り返しているわけですね。で、虫歯になるのは、まあ、こちらの方が強い時が虫歯になるわけです。で、この再石灰化を、まあ、促すというか、サポートする強い味方がフッ素、フッ素というものですね。これは歯の表面を硬くする、で、酸から守りやすくする。あともう一つ、リカルデントというような、まあ、これリカルデントガムとか皆さんお聞きになったことはあると思うんですけど、まあ、あまり、これはまあ、商品名のようなんですけど、実はリカルデントというのはそういう薬物の名前なんですね。どういうものかというと、 CPP-ACP って言いまして、これはACP というのは実はカルシウムのことだと思ってください。カルシウムが歯にくっつきやすい状態になったもの、まあ、それが ACP というふうに考えていただいて結構です。 CPP というのは牛乳のタンパクを、まあ、酵素で処理した、まあ、牛乳のタンパクと考えてください。カゼインという牛乳の中にタンパクがありますが、それですね。で、牛乳のタンパクはこのカルシウムを歯の表面へ運んでくれるんです。まあ、ですから昔から牛乳をたくさん飲んでる人、虫歯が少ないということは昔から言われてたんですけれども、それ実は、こういうことだったんですね。牛乳の中にカルシウムがたくさん、あるから、まあ、虫歯になりにくい、それは確かに一つあるんです。ですけれども、実際は牛乳の中のタンパクが歯の表面に、カルシウムを非常にたくさん運んでくれるから、
再石灰化を非常に助けている、こういうことがあるんです。まあ、ですから唾液中のカルシウム、これが非常に重要な、再石灰化に関してはカルシウムが非常に重要な役目、特に唾液中のカルシウムというのは非常に重要な役目になります。でおやつは量より回数が重要ということで、ここで、ちょっと畑中先生にスライドを出していただきまして、お口の中でですね、こういう形で物を食べるごとにこうずっと虫歯になって戻って虫歯になって戻ってということを繰り返していくわけですけど、これをですね、さすが整理研の先生はやることが違いますよ。すごいシミュレーターを作ってくださいましたので、それで説明していただけると思います。これ